1638年に建てられた江戸城天守は、地上5階地下1階の巨大な木造建築で、これもまた巨大な石造りの台座の上に建っていました。1階は 38.3m×34.1m、 台座の高さは 13.8m、 そして総高は 58.6m にも及び、全国の城の天守の中で最も大きいものでした。現代の19階建ての建物と同じぐらいの高さになります。しかし1657年の明暦の大火で焼けてしまいました。その後台座の石垣だけが再建されましたが、幕府の財政が苦しいことから木造の天守本体の建設は中止されました。この台座は高さ 11.8m で、天守の形を美しくするために焼けた天守台より2メートル低く作られています。